腰が痛くてこんな風に腰をぐりぐりする、もうこれ良くない。後で気に良くない。お疲れ様です。なんすか。松田さん。はいよ。そのコロコロしてるやつあるじゃないですか。うん。よく聞く。うん。筋膜。はいはい。レリースってあるじゃないですか。何それ。レリース、リリースね。はい。あれって、うん、整体師から見て、うん、どうなんですかね。あ、筋膜リリース、はい、あー、筋膜リリースは私は全然効果的だと思いますね。そもそも筋膜って何なんですか。あ、筋膜が何かか、まあ、筋膜が何かと言われると、線筋膜と心筋膜って話しないといけないかな。線筋膜って浅い筋膜と深い筋膜の心筋膜、ね、この線筋膜心筋膜って2つに分かれるんですよ、はい、あ、松崎ですお願いします。はい、純不動でやってますよ。線筋膜心筋膜がありますという話ですね。で、線筋膜って何かっていうと、まあこう場所が厳密に決まってるわけじゃないですけど、皮膚ありますよね。皮膚と筋肉の間に走ってる筋膜、これが線筋膜ですね。浅い筋膜です。で、もう一つすごい奥の筋膜ってことで心筋膜、これはもう筋肉にくっついてる場所だったりとかありますね。これは心筋膜で、この線筋膜心筋膜っていうのがあって、そこの部分が癒着をする、いわゆるくっついちゃうと硬さが起きて、その硬さが原因で筋肉が使いにくいとか筋肉硬くなっちゃって痛みが起きてるっていうのが出てきます。だからこの筋膜をリリースする、これもそうなんですけど、筋膜をリリースするっていうか、まあほぐすことで、いわゆる動きが出やすい状態とか筋肉が働きやすい状態ができます。例えば筋肉硬血があったり癒着があったりすると、筋肉が収縮しようとするときにこの硬いところが引っ張っちゃって収縮できなくって痛みが起きちゃったとかもあるわけね。なんでこの収縮がしっかりできるように、この癒着を剥がしていくのに、こういうコロコロしたやつは使ったりとかはしますね、はい。なんでそもそも癒着とか高血しちゃうんですか。ああ、もう純粋に使いすぎちゃったりとか、そこの部分だけに負担が来るような状況を作ってると、やっぱどうしてもそこの部分使っちゃうじゃないですか。偏って使ってしまうと、例えば筋肉が負担が大きくなる。負担が大きくなると、そこの部分にはいわゆる筋肉と筋肉のこのすれが起きてくると、いわゆる滑走が悪くなってくる。で、滑走が悪くなると、そこにこうかさぶたができるような状態だよね。そのかさぶたが状態が起きてしまうと何が起きるかっていうと、いわゆる筋肉が動きにくい状態が起きてくる。筋肉と筋肉の間がくっついてる状態、これがいわゆる筋膜が癒着してるって状態ですね。で、この癒着の部分が剥がれてくることによって筋肉が単体で動けるようになる。単体で動けるようになってくると筋出力が上がってくるし、かさぶたがなくなってるから痛みが楽になってくるって状態ですね。なんで基本的に筋膜治療しようと思ったら、やっぱ線筋膜心筋膜も含めて筋肉がしっかり一個一個が動きやすい状態を作っていくっていう認識は持っておくといいかなと思いますね。そんな感じですけど、はい、うん、実際の、うん、その手でほぐすってやつと、はいはい、そういうなんかコロコロとか、あと、うん、マッサージ機とかマッサージガンとかあるじゃないですか、うん、あるね。ああいうのでやるのって何が違うんですか。基本的には根本は一緒かなとは思ってますけど、例えばこうやってこう動かすじゃないですか。これって動かすときに何をしてるかって言ったら、やっぱ自分の足とかを動かしてますよね。収縮してる、収縮伸びる、収縮伸びるとかってことをやってると、いわゆるこの筋肉が、ま、伸びたり縮んだりっていうのがやりやすい状態ね。例えばマッサージとかだって何もない状態だとこうやってマッサージしてるだけなんです。でも自分でこうやって動かしてると筋肉を刺激やすい状態なんで、それによって筋肉が収縮したり伸びたりとかっていうので、この癒着の部分を剥がしていける。ただ高血が多いとこの癒着の部分、まあこうやってグッとマッサージをしていきますけども、マッサージとこういうもので言うと、マッサージはほんと直接硬い場所を緩めていく、筋肉自体を緩めていく、こういうものを通すと筋肉の収縮が入ったりするんで、癒着している場所を剥がしていくっていうふうになりますね。ちなみにこういうコロコロみたいなやつで、うん、おすすめの場所っていうか、あ、足と腰痛の人におすすめの場所OKOK 腰痛の人におすすめの場所が何箇所かあって、 まずは足、ふくらはぎがいいですね。ふくらはぎの中でも特に内側のところで、ここがやっぱり硬くなっちゃうことによって
って硬いが外旋してて痛みが起きるってこと多いので、本当にこうふくらはぎのところの特に内側すね沿い、まあ、ここはもうぜひぜひ緩めるようにやってほしいかなと思いますね。逆にやっちゃいけない場所とか、うん、腰やね。腰が痛くて腰が痛い。そう。腰が痛くてこんな風に腰をグリグリする、もうこれ良くない。後で気に良くない。なんでなんですか。腰が痛いのに腰緩めるじゃないですか。大体ですけど腰が痛いのって腰の原因じゃなくって、腰以外の足とか肩甲骨が原因になってることすごく多いんで、腰に直接やるってのはやめた方がいいかなって思いますね、個人的には。普段緩めると鍛えるっていう話されると思うんですけど、うん、その緩めるっていうのと筋膜リリースはまたちょっと違うんですか。まあ筋膜をアプローチしてるかどうかとかじゃないかなって気がしますけどね。もう寝ながらやってますからね私。筋膜うん以外を緩めるってこともあるんですか。筋膜以外緩めるも全然あるかな。筋肉緩めてて筋膜も緩んでるしとかっていう、なんかここだけ緩むって結構難しくて、全身狙ってるってことが多いです実際は。筋膜狙ってるけど筋膜以外も狙ってるって感じですね。でも大体ですけど硬くなるのがまあふくらはぎの内側でしょ。ここはやった方がいいと思います。あと立ってこっち側の足の裏とかのしっかり緩めていくっていうのもあるかなと思います。あとはこの脇のところ、結構広背筋っていうんだけど、ここが硬くなってること多いんで、こんな風に横向きに寝て、こんな風にグリグリグリ、まあ30秒ぐらいですよね。いったー、脇のとこっすね、ちょうどね。痛いな。これ、すけさん痛いんだけど、どうして？それ痛い時っていうのは何が？いや、筋肉硬い、純粋に。久しぶりやったらめっちゃ痛いの。まあ、こんな風に緩めていくっていうのもありかなと思いますね。はい。自宅に1個あったらいい感じですか？いいっすね。まあ、ストレッチポールでもいいし、あとはサランラップの芯とかでもいいですよ。深いところにある筋肉とかは、そういうポールじゃ無理ですか？うん、深いところにあるのは結構難しいかもしれないです。で、ちなみにその癒着してる場所を外そうと思って、一番剥がすっていう治療においてですよ、一番だからすごくいいなと思うのが、いわゆるこうハイドロリリースってやつで、ハイドロリリース何かって言ったら、生理食塩水をこの癒着した場所にこうギューッと当てていって剥がしていくってことします。で、この生理食塩水でのこのハイドロリリースってやつやっていくことによって、本当にこうすぐにその場で肩が上がるようになったとかっていう患者さんもめちゃくちゃいるので、それはそれですごくおすすめかなと個人的には思います、うん、ちょっと怖いですね。注射して塩水を入れて、塩水ね、生理食塩水ね。塩水ってこれ、まあもう同じ意味なんだけどね。そうですね。まあなんである程度信頼関係できた状態が一番ベストかなと思いますね、個人的には。筋膜リリースでもいろんなパターンとかがあるから、まあ正直一つにこだわらずに、筋膜リリースがいいとかじゃなくって、筋膜リリースをやる必要があるなっていうのが分かることがすごく大事なので、あまりこう筋膜リリースがこれなんだと固定されずに、どちらかというと原因が何なのかってことね、痛みが何なのかっていうところ、これをねしっかり理解した上で、それが筋膜リリースで改善できるのかどうか、方法論じゃなくってこの原因を見つけることにどんどんね時間を置いていただきたいなというふうに思っています。なのでぜひね、痛みの根本原因、痛みが何で起きるのかってメカニズム、こういうのねどんどん動画で発信させてもらってますし、これで動画見ても分かんない自分の痛みが改善できるかもしれないって、なんか希望が持ったということであれば、ぜひね概要欄の方に整体復活、私がやってる整体復活のですね全国のホームページ書かせてもらってます。もしね今日ね興味持っていただいたりとか、今日の話良かったなと思っていただければ、概要欄の方から整体復活のホームページ見てもらって、電話もしくは LINE でお問い合わせいただければ嬉しいなというふうに思います。今日の話良かったのでチャンネル登録よろしくお願いします。あとはコメント高評価いただいて、こんな話も聞きたいということであれば、どんどん私の方でまとめておきますので、ぜひねこちらの方も今日の動画を参考にやってみてください。あとはコメント高評価もよろしくお願いします。はい、では今日ここで終わっていきたいと思います。今日も動画の時どうもありがとうございました。また見てください。ちなみに、うん、めちゃくりやん、ツルツルのやつと、うん、なんかちょっとイボイボついてるやつあるじゃないですか。あー、なんかありますね、うん、どっちがいいとかあります？心筋膜とかやりたかったらやっぱツボのやつとかいいかなって気はしますし、まあ基本的にはツルツルのやつの方が刺激は少ないし、まあ万人受けはしやすいかなって気がしますね。力強めようと思ったら強めれるし、まあ自分で結構調整しやすい、コロコロがあると結構刺激が強すぎて痛いっていう方も結構いらっしゃるんで、まあこれは患者さんに合わせながらですけど、まあ普通にやる分ぐらいが一番ちょうどいいかなって気がしますね。
さっきみたいに間違った場所をコロコロしちゃって悪化しちゃうみたいなことも。そうですね、腰とかはやめてた方がいいと思いますね、うん、ありがとうございます。はい、ということでぜひね、筋膜リリースやってみてください。チェック。